か。はい、どうぞ。もう撮ったよ。撮っちゃった。はい、イエーイです。はい、今日ははざし、はざし、はい、いろいろはざしのやり方いろいろ、はい、アンド説明、説明まで、もうこれ以上説明できねえというぐらい説明しましょう。こうやったら出る、こうやったら出ねえ、いろいろ種類、はい、はい、どうぞ。はい、それでは今日はまず、まずはゆかさん、私から。そうだよ、これじゃない、こっち、こっちな。はい、どうぞ。今日いつもさ、リエールはさ、こう一個一個こう刺してるよ、横に、はい、黒トレーで、はい、これな、はい、これをしません。しません。そのしなくても良さそうな、そのなんていう、ちっちゃい葉っぱ、あこれもちっちゃい葉っぱを、ものすごく早く早く、はい、増やすために、はい、ちょっとばらまきでやってみよう。ばらまき、ばらまき。まず、じゃあまず仕組みから説明しよう、はい、ね、もう過去何回もやってますが、うん、もう分かってることは、湿度、湿度分かる、乾いたら出ない、はい、湿度が分かりませんっていうコメントも あったけど、うん、要はジメジメ、はい、湿気、ベタベタ、湿気わかる？湿度、はい、湿度、湿度か、カラッカラやと出ないんだよ、うん、わかる？例えばじゃあ今までこの土でさ、葉挿ししてさ、後で見せるけど、うん、出ないっていう人はさ、水かけてねえから出ないんだよ、うん、わかる？な、はい、それ出ない。それで今日はもう一歩踏み込んでいくと、うん、要は親苗、葉挿しする苗よ、これブラックサーバス、はい、ブラックサーバス今日葉挿ししますが、はい、要はこれ見てわかるかな。どんな種類も肥料を効いてる種類、うん、これな、はい、こっち肥料を抜けてるの、わ、うん、かる、はい、葉挿しするときは肥料を食わしてから、こっちの、こっち、うん、この状態で葉挿しすると出ます、はい、出てそのまま成長します。うん、1センチ以上までは絶対行きます、はい、ね、こっちを葉挿しするときは、スピードがめちゃめちゃ遅いです、はい、でも俺たち寄せ植えするから、うん、こっちも葉挿しします、はい、出ます遅いだけ、わ、はい、かる、はい、あとは温度、温度ね、温度が高いほど早い、うん、俺たち的言ったら夏葉挿し最早、最早です。暖かい時、はい、早いの、なんか2日ぐらいで出るもんね。もうすぐ出る、湿度があったらな、だから部屋の中じゃ出ない、絶対に、わかる、ジメジメだから今日持ってきました、テレレレテレー、はい、サラナンナ、はい、そういうことね。要はさ、お家でするときはお水入れてこれをかける、はい、水滴がつくでしょ、張ったら水滴つくぐらいの湿度になったら根は出ます、絶対出ます、ちぎり方が悪くなければ絶対出ます、わかる、で今の言い方するとさ、切り取るとさ、またうん、切り取るとさ、あの部屋の中で絶対出ないって言ったら、そこだけ切り取るとさ、出るし。いや、だからいつも言ってるけど、じゃあやってごらんって。確率よな。お皿にさ、葉っぱ置いて、お家の中置いちゃってごらん。出ないけん。湿度が足らないんだよ、部屋の中って。そう、すげえお金持ちで湿度までちゃんとしてるようなとこやったらもしかしたら出るけど、うちとか絶対出ないよ。カラッカラ、そう、カラッカラないよ。だけどサランラップするの、うん、サランラップすると絶対出るけ、うん、分かった、はい、絶対出るけ、はい、出ねえはずないよ。かく、あの切り取らんでな、もう本当に種類でさ、やっぱり出やすい出にくいとかいろいろあるけどな、多少こうある。だからブラックサーバスとか出にくいから、うん、今日やるけど、うん、出る、うん、言い切ります。お、出ないけど俺たち商売上がったり、分かる、うん、増やしたい、そうでしょ、湿度なんだよ、たまたまここの湿度が上がってるなら出るんだよ、うん、そうでしょ、うん、そこがカラッカラやったら出ないんだよ、だからお水かけるっていうじゃん、うん、いつもな、葉挿ししたらお水かけるっていうのはここの湿度上げるためやから、うん、ね、もうあったまきだ、あとさ、これがこれのさ
それに水分が全然ないとかやったら出ないよ。出ない出ない。シワシワ。シワシワやったら出ない。やっぱこの状況もあるし、やっぱりその何出る出ないいろいろあるけど、この湿度をキープしてあげることで確率が良くなりますよっていうことね。切り取らんで。じゃない全部聞いて湿度湿度怖がらんで、裸足なんかもう水やっていいの、絶対に、毎日やったらでいいよ、極端な話な、本当に俺なんか毎日やるよ、根っこ出たらもう毎日やるよ、ねどういいよもう言っちゃった今日もやりました。いいやってみろ、な出るけん、絶対出るけん蒸らしたら、ね、それで今日違うやり方な、とにかくどっちを選択するか、ね、肥料が効いてる方はスムーズにいくよ、抜けてると時間がかかるよ、ものすごく、そうでしょ、あともう一つ、すぐお水やりしてすぐ取らない、すぐ取らない、すぐお水やりをしてパンパンの状況でお水やりをするとやっぱ取りにくいもあるよ、成長点が茎の方にくっついちゃう、ちょっと立ってから水吸わせてパンパンになってちょっと立ってからで、それはさ葉っぱ取ったらわかるよ、取ったらさ茎の方に成長点ピクって葉っぱの方穴開いたらダメ、抜けちゃってるっていうこと、わかる、ね、それはわからない人も結構おるんよ、よしじゃあ見せましょう今からね、見せましょう、もう何回目かこの葉差しね。そうでしょ、今日ちょっとこういうとこまで言えたから、俺たち進歩した、ね、そうでしょ、どっちもこっち、前はダメって言ってたよ、ダメっていうか遅いから、遅いな、紅葉したやつはさ遅いのプラス肥料が抜けてるから、めちゃめちゃ遅いんだよ、こっち確率も悪くなるな、そう確率も悪くなる、だけど抜きないかったらさ、もうシワシワのは水吸わせてからだよ、なで可愛くなくなるよ、肥料ぶち込んで吸わせてから葉差しするなら、ね、だけどそこの見極めこれは大事、ね、でも出るけんどっちも出るけん、な絶対出るけん、ないやもう言い切るよ、だって俺やってんだもん、そうでしょ、やってんの、紅葉したのもやってんの、そうでしょ、はいどうぞ、じゃあバラマキからどうぞ、あじゃあ先にチョンパしてもらっていいですか、チョンパブッサイク、ブッサイク、はいカズもやってみよう、はい、はい、チョンパちゃんとしりや、はざし取るんやから、なるべく下、で失敗したらぶっ飛ばす、わかる、ぶっ飛ばす、はい。ジェットバーズ。あきちゃん。え？ん？ぶち込みます。ぶち込みます。嫌な予感。いいよいいよいいよ。なんだ生産者でしょ。これは頭はすべてちぎります。はい。ぶっこみます。ここから。元太郎さらくり。はい。はい、さら、はい。ぶっ込みます。ここから取ったらいいよ。そう。でさ、こうちぎれるじゃん、これも出ます。これも出ます。これも出ます。はい、ちぎれちゃっても変な。ここの成長点がちゃんとしてたら出ます。わかる？こんな感じ。わかる？はい。いいよ。はい、ゆかさんも同時進行で長い動画になってしまいます。なげなげ、ダーシュ、びっくりした、よいしょ、ダーシュ、なげなげ、わかる、ほんでさ、こっちはさ、子供が出るけん、子供、子供が出るのもこの葉っぱの同じなんだよ、出るとこ、ね、わかる、はい、ほんと、はい、ダーシュ、なげなげ、サバース、サバース、ブラックサバース、サバース、やこういうのは出ない、こういうのもうやられちゃってる、ここがブニューってやられちゃってる、これ絶対出るんだよね、これは出ません、これは絶対出る、あ、これもほら正常で抜けてしまっちゃう、穴が開いてる、穴が開いてる、分かりやすい、ホール、ホール、
どういうこと？ほうれい、綺麗に抜けてしまっちゃう。まだわからんよ。まだわからない、うん、まだわからない。ここからここからさ、こう出る場合はある。あ、横から出る時もある。ここからこう線のとこから出てくる。じゃあそれを説明しよう。てれれてれ、はい、どうぞ。あ、太陽透かしたらわかるよ。こうビーって線があるじゃん。線。こ れ, これ今日ものすごい雨やけあれやけど、こうやって透かしたらさ、ここ線があるのよ、ビューって、はい、この線のある間、何回も出ます。ダメ？どれ？見えない？見えない？見えない？うっさー。うっす。こうやったらダメ？ほら。見えない。見えないの？、うん、で、こう成長でな、これがあればいい、うん、な。オッケー。はい。じゃあここほら、出ないって言ったのもここ入ってけ。ここで出なくても文句言わんでよ。うん、出ないとも作って、うんうん。これもう絶対出ない。ハサミでもうやっつけられちゃってる。あ、じゃあ。でもやってみよう。うん、出ない印しよって。印、うん、マッキー？これは出るな、多分。てれれてれー、出てない印、はい、出てない印。サバース。まあいいでしょう。こっち側出ない。てーす。はいはい、だだうれしいだー。そうそう、谷子は楽しいからや。そうで、みんなもそういう感じ、近所迷惑ならないようにね。嫌だな、隣の子からついてーいって言われたら。そうで、タニラーイ、タニラーってこと。両側から聞こえたら、ね、あるある返事してくれ。サバース。目は見えるかな。うん、それでね、根とか芽が出る前ね、だんだん赤くなっているする、うん、こう縁が。あれいいですよね。うん。で、そう、うまくいきそう。え、ちょうどかぞし。なんぼか。で、こう赤くなっているの、真っ白のはね、出ないことがある。こういう。真っ白よ。真っ白。うん。でもやってみます。うん、やってみます。やってみます、うん、もうこれはもう、もうあーでーれーでーれー。ゴミああしまった。もうこれもう全部裸足や。バラバラ事件。頭まで裸足。バラバラ事件。頭まで裸足。もうこんな取ったらダメで。もういいんだ、頭それもう全部頭まで全取り。うん、全取り、裸足全振り、全取り。どうしてもね、こっちを吹かせたかったけ、上にしたよ。もうこんなの取ったら絶対死ぬけん。てれれれてれー。わかる、そこの裸足も行くかもしれんや。もうこれで行けるかも。もう今バラバラになっちゃったけ。なんとかなるかもしれない。関係ないね。うん、やってみましょう。こすれたやつ、こすれたやつも、いいよ、やってみよう。こすれてみよう。うん、この辺をちょっと変えといて、こう。そっから、こちらブラックサーバー。Yes, yes. 成長。こいつはもう、お前はもう死んでいる。死んでるのもやってみよう。やってみよう。やってみよう。もうこいつはもう中心まで行っちゃいます。バラバラです。小さい、どこまで行けるか。どこまで中心、どこまで行けるか。こんなのも出るのか。出るのか出ないのか。こっちなんだい。これで死ぬのか生き返るのか。もうだからここまで取ったらダメだよ。これもう全部ここまで取るけ。ここまで取るけ。こうするけ。もう虫取り。もう早くやけ、早く。早く。早くの話。早くの話。全部。ほら。
ほら、もうみかんのようにここまで取って生きていられるかやってみましょう。今2個並んでる。もう子供みたいにね、あのそこまでやるのね。わーやーい話。これはチューリップの芽みたいですね。テレレテレー。よし、じゃあ私移動してそっちだよ。よかった、蒸らすんだよみんな、はい、蒸らすんだよ、はい、蒸らさないと出ないよ。こう土に植えたって出ないんだよ、はい、だから出るっていうことはその時湿度が高かったということ、うん、分かる、はい、湿度が絶対いるんだよ。分かんねえやろな分かんない、分かんねえやろな、湿度が分からない、伝わんねえんだろうな蒸らす、え蒸らす、湿度、湿度、ジメジメ、ジメジメ、なんていうん、前コメントでね、いいこと言ってたんやけど忘れちゃったんや。しっとり、なんだよしっとりってしっとり、くっせえしこれそれは臭いが入ってるから、くっせえし、俺とらんくっせえし、慣れてくるよな、うん、これでご飯が食べれる、それはちょっとはい、手元を失礼、うん、そうですね、見えないからね、うん、いいですか、アップします、いいですか、はい、こう引きながら、肩で引きながら土をかき分けて、ちょっとつら、つらからちょっと入るぐらい、わかる、はい、こうしてで、縦に刺すと、はい、要は俺たちちっちゃい時から可愛いを使うからね、だけどその縦に刺すと徒長して出てくるの、うん、だけど出てきた時可愛くない確率がでかいの、わかる、これですると出てきた時すぐに可愛い確率が高いの、うん、ただそれだけいいとか悪いじゃなくて、うん、縦の人いっぱいいるじゃん、うん、そうやろな、それはそれでいいの、大きくする目的やったらそれでいいよ、うん、な、大丈夫、うん、そうそう、そういうことです、いいですか、はい、はい、いきますよ、でででー、つら、はい、つら、うん、つらです、はい、ボラが浮いてますね、だいぶ、うん、でででー、つら、これです、つら、あ、そう、言うの忘れてた、先ね、ここ、転圧、うん、こう、固くしていかないと、うん、これを固くしとかないと、うん、固くしとかないとダメやった、はい、水かけたら下がります、うん、ね、うん、ぜひこう、程よく、はい、程よく、いいですか、はい、うん、企業秘密が、うん、ストップがかかりましたので、こちらです。有料級です。有料級、この私の手元。高いよー。高いよー。これこんなにアップで撮ったの初めてじゃない？うん。嘘、アップな。サザでいいけど。ちょっと今山並みハイウェイなってるけどね。わかるかな。なるべく土に行く。難しいけど。でもさ、絶対このなんかね、なんかあんだよ、出づらいのと出やすいのとあるやん、うん、何かあるよ、うん、ブラックサブスちょっと出づらいの、うん、何か理由があるからそこをなんとか探す、うん、違うやり方とかいろいろ、タパルバもねえよ、うん、そう、むっちり系な、うん、でも絶対出るはずなの、うんね、そこをちょっと探す、うん、肥料の食わせた方なのか何なのかね、うん、ちょっと深めに入れてみましょう、はい、でブルーバードとか出ねえじゃん、うん、俺たちしたら、ね、うん、あれ交配種もあるよな絶対、うん、なブルーバードの交配種でな、そういうのがあるよ、うん、絶対、うん、追求します、子供のように追求します、決してえばりません、こんなもんで
こういうのはね、出ない感じがする。出ないゾーンはこっち半分にいただく。こっちですか。はい、そっちです。出ないだろう。はい、出ないゾーン。そしたらさ、出ないだろうゾーンばっかり出たりするんだよ。出ないゾーン。もうこっち、もうこっち入っちゃったけど、出ないだろうゾーン。ソフトタッチ、うん、ソフトタッチですね、うん、優しい、ね、そうで、うん、テレレテレー、うん、こうしたら取れる、絶対ドル出るゾーン、そうでもないちっちゃいのが実ができてるところがポコポコポコってまっすぐいっぱい出てくる、うん、そう1列、ね、テレレテレ、ゆかの方も映してよ、うん、企業秘密で、 あ、こっち企業秘密じゃあ、じゃあすんなよって話やね動画でいきなり企業秘密全然秘密じゃないけど突然の映していいんですか、映していいよ、単なる、もうあのこんなことして話取らないよなと思ってそう、もうムシムシムシしてる、ムシ取り動画用やけ、動画用にやってますね、いっぱいバラマキ、いっぱい、どうなる、どなたですか、これジェミニベリー、ジェミニベリー、ジェミニ、ジェミニさん、じゃあね、じゃあね、じゃあね、もうお腹すいたんだよもう震えてくるよお腹空きすぎて、おう震えてくるんだよ、震えが出るからよ、体に優しい、消化が良かったっけね、そうです、いや消化が早かった、病人か俺は、おじや美味しいです、うん、美味しい、おじやと雑炊とおかゆの違いが分かりません、私が食べたらおじやになるよ、新聞がなくなるけ、卵入れたらいいの、卵入れたら雑炊、おじや、おじや、え違うの、雑炊なんかもうちょっと水サラサラっぽいな、サラサラ、おかゆはもうトロトロな、うんうん、テレテレブラックサバス、おっしょかな、おっしょかな、あ、いっぱい増えるぞ、うん、かわいいのが出てくる、うわ、出るかわかんない、ここでやってる、出るぞ、こんなもうシャケた、シャケたやつ、シャケたやつ、もう植えてくる、多分黒くなるけど、これもシャケたやつ、穴開いたやつ、でもゼロじゃない、もしかしたら出るかも、そうそうそう、もうこんなのズダボロ、ズダボロのやつ、私が出るかも、テレレレテレー、おぉ出ないぞ、出ないぞ、うん、こんだけ、うわ、いっぱい増える、こんなに、うん、わかんないって確率、うん、もう黒になってきたぞ、いいか、もうこれちっちゃいゾーン、うん、ちっちゃいゾーン、ちっちゃいのをやってみましょう、まあ、これは早くできないパターンやん、ね、ダメなやつ、これちぎれるパターン、ちぎれるパターン、ちぎれる、水引っ張った、水引っ張っちゃう、はい、ちぎれる、ちぎれる、お腹空いた、だろ、うん、さあ、今日もナイターでございます、そうですね大丈夫ですか、大丈夫です、ナイター、ブラック企業ナイター、今日みんなおきやで2連発2連発、ちょっと変わったおきや、何入れたんですか、何もない、うん、水の水菜のおじや、草、水屋と卵のおじや、おいしょ、
ポン酢かけたい。うん、なんで人が味付けたら変える味を。ポン酢味にしちゃう。お母さん。あの朝日ポン酢ちょっと使ってみたの。いいポン酢。風がいるからさ、余計さ水とかして湿度を上げないと、うん、出ないで。すぐ乾いちゃう。そうそう。だけ毎日でもいいんじゃないっていうこと。そうそうそう。いや実際俺はそうやってやってたから、うん、向こうの時な。うんうん、もう今ほら作業できないじゃん。土の量とかにも。関係ないよな、うんうん、だからさこれで芽が出てくるじゃん、はい、裸足でな、はい、根が出て芽が出て先に芽が出るのもあるし、うん、この葉っぱがなくなるということは水分が足らないということわかる。いい水やりができてたらこの葉っぱは親がでかくなるまでまだずっとあるよ。要は自分の水分で大きくならないでいいから、うん、水やりの水でできるから、うん、ね、あ、教えちゃった、うん、だ枯れるのが当たり前じゃないの、水が足んねえということ、うん、だはい、はい、これは蜜カルビーじゃなかったてるてるてる、もうみんなね見るも無残な、うん、ちぎれちぎれのしかないけど中心部分のやつどうなるか分かりません。こんなとこまで裸足したことないので実験、うん、これ若い葉っぱやけどかもしれない。若い、若い、うん、ピチピチだから、うん、もうちぎれちゃう、うん、もうちぎれちゃう、もうちぎれちゃう、入れてみる、やってみる、このほらへにゃへにゃ、もうへにゃへにゃ、へにゃへにゃから要は、うん、足らないや水分、うん、もうダメ分かってるけど置こう、うん、これも置いてけ、うん、ちょうどにしとく、うん、この辺が出たら激アツ、激アツです。激アツ金太郎チャンス。そういう感じ、最悪、そういう感じでいきなりパチンコンてーてーてー金太郎チャンスっていう感じ、わかる、サラリーマン、わかる、知らない、全然知らない、知らんの、知らんの、入ったこと、入ったことはパチンコする人はわかる、入ったことある。よし、もうこの辺はもうさすがにもうこうズタボロなので、はい、これだけでちょっとこれぴったり、はい、ぴったり。ぜひさ、もう出ないという人はこれにまたサランラップかけたりさ、はい、水やってだよ、はい。やってサランラップかけて見る。はい、日向じゃダメだよ。うん、日向じゃダメ。はい、な。蒸れすぎたらダメで、野菜じゃねえんだからよ。強っ。今日俺か、やめなさい、やだ、俺か、言うと思った、やめなさい、ゆかのお通じで、ゆかの方も言うと思った、あ、じゃあこれ、はい、てーてて優しい水やりだ。じゃあ優しいと。優しいと。そうです。甘みが入ってる。優しいと。優しい。できそう。優しい。優しいと。甘すぎ。うん。ええ。ゲタさん、これあれか、膝書いておきたいね。はい。
これここに。あ、ここにもうあります。さすがですね。ジュニアさん。やっとブラックサバス。うん、買ってないカモのところ。で結構出ないんで、水風呂こんだけやってるのにまだ下から出てないんで、うん、まあ、下の方が行かない、なかなか、うん、あ、ポトポトポト、ここ優しいくね、優しい、分かった、はい、うん、暗くなってきた、来た、暗くなってきた、まだ見えない、ててー、優しい、優しいよ、優しいと、もうこんなに出ないんだよ、ほら、もうこんだけやってるのに、うん、まだ土吸ってる、まだまだ、あ、出だした、やっと、ててこんだけやっと出る、この、うん、はい、完了、で、これサランラップしてもいいし、うん、ね、うん、湿度やけん、はい、これ絶対やけん、はい、ね、こちらはもうちょっとなんかめっちゃ小さい。小さい。え？そんな違う？うん、あ、でしょ？小さいです。もうちょっとっすかな。あら、やった。おじやが。おじやが食べた。おい、病人か。扱いしてください、はい、もうちょっと目を離すとどこに行ったかわかんないんだよ、いつも、はい、いつも水やり、はい、毎日水やって、はい、そうずれ、これジェットでしたら大変だ、そうです、人的にぶっ飛ばすよぶっ飛ばす、はい、優しく、絶対優しくない、どうなん、ゆこちゃん、はい、ラストスパーッとちゃんと全部入れりゃ、はい、もう入れすぎちょけ、どうなるか見せるだけやけ、うん、な、読みあげてサランラップ、ちょっとサランラップ、あ、それ、うん、それサランラップするの、最近寒いも雨が降る、じゃあちょっと水かけてからな、うん、水かけて、あ、腰痛い、これもだけ一生置いちゃってよ、はい、ほらもうどこやった、どこ置いた、どこ行った、どこ行った、ここにあります、ちゃんと一生置いちゃって忘れるけん、はい、ちょっとちょっと山盛り、はい、どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ、いいね、ここ入れて、入れちゃえ、入れちゃえ、どうぞ、その間から落ちたのも目が出んねえけん、湿度やけん、いい、いい、もう震えてきた、早くしてくれ、ででででで、もう真っ暗や、サランラップ準備、でででで、オッケー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 、はい、どうぞ、はい、
ケーデレレレデレぶっ飛ばすよ。すぐぶっ飛ばす。すぐぶっ飛ばすよ。もう頭が来る前にぶっ飛ばしてるけん。それダメじゃん。もうそれだけでも違うよ。もうよく開いてて。どう？うん、ここ開いてく？ちょっと下にする。加減して。仕加減にしようか。メンバーハウスでもいいけど。でも持っていくときこけるんで。箱がいいかも。え？どこ？フロストラーチの中。あそこ？うん、あいいよ。それはいいよ。うん、まあそれしましょう。これ結果をまた出しましょう。はい。オッケー。オッケー。みんないいですか？はい。私は絶対出ます。はい。ね。出るよ。この湿度を覚えて。はい。分かった？また植え替えをまたやるけん。はい。ちょん切りの。まず芽か根を出すこと。はい。な、慌てないで。はい。でもなるべく早く出すように。はい、な、これもそうです。サランラップすればいい。うん、な、うん。水やらないと湿度上がんないから出ないよ。分かった？はい。はい、オッケー。はい、でよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。はい、肉に行きましょう。うん、ね。ビッグサイドな。ビッグサイド。ビッグサイド。はい、でいくわ、ビッグサイド。行きたい。うん、いいよ、すずちゃん。